産食材で簡単クッキング、藤沢ご飯。こんにちは、川島夏実です。野口香里です。今回はオクラのスタミナチリソースを作ります。オクラのチリソース、珍しいですね。はい、夏バテ解消効果のあるオクラと、はい、食欲増進効果のある豆板醤を使いました。暑い時期でも食べられるメニューに仕上げました。楽しみです。はい、9月の食材は藤沢さんのオクラを使います。今回はご飯の進むオクラ料理です。材料4人分はご覧の通りとなります。ヘタとガクを取ったオクラを塩もみしていきます。はい、塩もみすることで産毛と汚れを取るんですよね。はい、塩もみしたオクラは2分程度茹でていきます。はい、しっかり火を通すんですね。はい、鶏もも肉は一口大に切っていきます。まず片栗粉を入れていきます。はい、続いて酒とお砂糖を入れます。はい、では揉み込み15分程度漬け込んでいきます。はい、では主役のオクラと厚揚げを切っていきます。はい、茹でて冷ましておいたオクラは3等分に切っていきます。はい、厚揚げは一口大に切り分けます。次はチリソースを作っていきます。はい、材料はこちら。はい、ケチャップです。はい、まずケチャップが入っています。はい、そこにこの醤油、はい、お酒、そしてお砂糖、鶏ガラスープの素、最後にチリソースの素になる豆板醤入れていきました。はい、よく混ぜ合わせます。フライパンにサラダ油を入れ、まず鶏肉を入れていきます。はい、厚揚げを入れていきます。はい、一緒に炒めてしまっていいんですね。はい、大丈夫です。はい、次にオクラを入れて1分ほど焼いていきます。はい、オクラは先ほど、ね、茹でていますからね。はい、ここでは軽く炒めるだけで大丈夫なんですね。はい、一気に入れちゃっていいんですね。はい、大丈夫です。はーい、あー、ソースが入ると豆板醤のいい香りがしてきましたね。食欲がそそられます。ね、はい、これでオクラのスタミナチリソースの完成です。いい香り、食欲がそそられますね。スタミナたっぷりでボリュームもあるので、ご飯にとても合うおかずとなっています。ではいただきます。いただきます。うん、いい食感。中までしっかりソースが染み込んでいて、意外にこう辛くないですね。はい、ケチャップや砂糖を使っているので、はい、辛いのが苦手な方でも食べられる味付けになっています。お肉はね、ジューシーなんですけれども、オクラも厚揚げもさっぱりしていますから、本当に夏にぴったりですね。はい、ご飯も進む一品、お試しください。